最後の状況、まあ喋ってる間というか、コメントとかね、打ち込んでる間に、隙見せてると思って、このプレイヤーとかは、まあ、抗議してきてる。なんかこの状況、えぐいでしょ。ほんと。横取りに必死になられてます。本当に。このパワハラっていう方。で、これね、いや、もう、こういうプレイヤーの方で、私のこと、メガネのおっさん出てきたの時点だと、書いてる言葉見たらもうわかるでしょ。子供でいたい、ずっとトイザらスキッズって、もうなんかわけわかんないこと言ってるから、あまり真面目じゃない。行動と、大体名称とかで本当にわかるから、こういうふうに人が攻め込んでると、ここがね、もともと、このプレイヤーの陣地で明らかに放棄してるんですよ。キルの横取りはなしとか何かね、いっぱい言っておいて、結局自分たちは結局どうだったんですかって。してることの方、本当に。実際の行動で最後決まるから、裁判。裁判所に提出を中で、昔ものすごい集中攻撃ありましたから、どうせ芸能界絡みなのかな、会社絡みでも結局同じなんですけどね。芸能界で CM とか流してるところとかそうですし、この辺に住んでる人間とか遠方から遠征してきて喧嘩売りに来てる人間いっぱいいるから、いたから事実本当に。それ、ストーカー行為法違反、ストーカー行為法違反っていうのは付きまとい行為であって、で、言葉によってたら挑発行為、これは民事でも刑事でもあります。刑事事件でも民事事件でも。で、まあ威嚇行為にもなりますね。やっぱり集団ですから。ちょっとね、僕のホームページの内容をちょっとね、それ笑いながら僕は言ってなかったら多分きつすぎて聞けないんで、途中で怖くなって聞くのをやめちゃうんで、とりあえず聞いてほしいです。以上。さっきのね、プレイヤー、まあ、最後のとどめ、ここにこう ガードしてるような状況で、で、文章でもね、したかの返答なし、撮影終わりましたって一応言ってるんですけども、何した人なんでしょうね、本当に。5系の人たちとかでも、こういうプレイヤー僕の方で上げていくから、昔もね、まあ、どこの国の君主とかの人かは忘れましたけども、その情報欲しいって言ってた人たちいました。自分の国で抱えたくないって。カントリーロードって今度文章書きましたね。これだけじゃ意味わからないですね。カントリーロード見てパワハラセクハラはまずないですね。パワハラ、セクハラ、モラハラの三拍子。スタッフ？これ嘘だったら偽証罪。一応もう一度撮影しておきますね。大納言。トリーロードと検討してるんですよね。で、内容は巨人の真実はしないようにって、事態がね、どんどん嘘が膨らむと大変なことになりますから、一応注意はしてるんです。
これね、法廷でそれ言うとすぐ逮捕か10万円の罰金刑っていう文字を打ち込んでる間にのことで、虚偽の真実のことを私は言ってるんですね。で、私のことはさっきからメガネのおっさん、メガネのおっさん。なんじゃそりゃって。この人聞け、法律教えてあげてるのに、まだ自分の方が上だと思ってる。ゲームで勝ちすぎて、自分の方が、能力的にね、ゲーム内で、能力を勝ってるだけで、何か自分の方はなんか勘違いしてるっていう、こう気づいてないんですよね、このプレイヤーの人。普通自分からバーラって変な名前つけない、本当に。で、おおって、これ本当は本当に、この顔のところ、女性なのか男性なのかわからないプレイヤー。全然結構使わない皆さん、こんにちは。兵庫県民、神戸市民、淡井圭介です。日本人です。2023年、8月の26日、9時40分、なんかもうすでに怖いっていう、その声が先ほどなのパーっていう名車のプレイヤーかな。声までわかるから、先ほど多分僕のことを分かってる。分かっていて、ふざけて、カントリーロードっていう名前を出してきてる。まあ、今まで先にも、この映像が出てるっていうことは、その、ね、プレイヤー名がどういう行動をしていたかという部分と、なぜ、普通自分で自分の名前、パワハラってつけないでしょ。パワハラ、セクハラ、モラハラってつけて、あなたはした方ですか、された方ですかって。で、ずっと返答なくて、だからした方ですか、された方ですかって。で 返答ちゃんとしてるんです。もうその時点で怪しいでしょ。で、カントリーロードって言ってきたんですよ。こっちも強いプレイヤー、どういうふうなお金の使い方してるか、ある意味心配してる部分と、悪いことしなかったら大きな家なんか昔から建てれないんです。給与の算定表っていうものがあるから。歩合とかできたかとか生かされてる人たちって、大体もうピンハネされてる人たち。あと、日給も、本当に。で、そもそも言うとね、もう本当の話しますよ。これ他のプレイヤーの人たちも本当に聞いておいた方がいい。もう若い人は、もう僕のことおっさん呼ばわりしてきてるから、多分、いや、もうそこまで言うんだったら僕の年齢知ってるんだと思う。で、若いんだったら、もう最初から中古物件に行った方がいい。結婚し、するんだったらね、結婚してるんだったらね。で、最初の5年間は金利負けてくれます。安くしてくれるっていうこと。これずっと昔から同じルール。で、夫婦共働きで一気に返済。それしなかったら、金利が5年後ぐらいからだいたい3%ぐらいかな。まあ、例えば、1000万の借り入れだったら3%だったら年間で30万。バカにならないでしょ。3%って全然。ね、家買うときって。3000万円ぐらい土地と建物代込みで、まあ3000万円以下。でも、その世界で無理だと思う。月々の返済が、2700万円の土地代、建物と土地付きで2700万円代ぐらいの家で、月々のローン40年ローンで、40年だから 正直、20歳ちょうどから、正社員雇用みんなもらえてます。そういう立場になれました。で、絶対仕事で失敗しない自信あります。大体いろんな人、僕が一応、まあいろいろ事情を知ってもらいたくてっていう部分を含めてなんですけど、いろんなこと込みでね、裁判所に出してた生活保護、僕、今生活保護なんですけども、生活保護係の方、担当の方が部署移動させられてるんです。もしかしたら、民間の方を生かされてる可能性あります。可能性ね、あくまでも可能性。それなりの内容があったんです。水道屋さんが来て、本当は僕仕組み知ってるんですよ。工業高校出身でいろんな仕事してきましたから、シャープエンジニアリングでもそうだし、秀和株式会社もそうだし、そこは、自分で給油ノズルの交換とかしなきゃなんないから、中でね、例えばガソリンスタンドの給油ノズルあるでしょ？あれが、
ガソリンとか灯油とか漏れてきたときって、あれ、中を分解したらね、ゴムのパッキンが入ってるんですよ。オーリングかパッキン、どちらかです。まあ、水道は大体パッキンみたいですね。オーリングも多分あると思いますよ、探したら。で、その水道屋さん、僕は最初から分かってるから、水道屋さんに電話したときに、C 指定の、神戸市指定の、多分もう水漏れだからパッキン交換だと思いますって言って、で、今から電話かけ直す、させますので、その人にそのこと言ってくださいって、もういきなり仕事放棄。通用しない、無理無理。で、一応僕の方では、修理しに来る修理工の人間に言いましたと。そしたらそいつ、いろんなこと言ってきて、こっち、トイレの水とか漏れ始めてるから、焦ってるでしょ。で、生活保護係とかに電話して、その人は、電話で喋ってる声聞こえてきてるのに、今いないって言えへんと。神戸市北区の北新宮の出張所の電話に出た女性の、対応者が言い始めて、多分その人も何かしてるんだと思う。だって、今いません。電話かけてる声が聞こえて。で、担当者の人ね、もう僕はホームページで公開してますけども、門脇さんっていう人なんですけども、基本的にしっかりした人ですよ。僕が訴えた内容で、勝訴でね、まあ、貸金の件でね、お金が返って、全然返してくれないということで、金利付きでね、まあ、元本組み込みでって、ちゃんと判決書に書いてますから、民法であるんです、元本の組み込み、1年で。で、大体貸したお金がね、10年で1.5倍ぐらいになります。まあ、200万ほどの貸しだったんですけども、いろんなことを言ってきて、結局、騙して金貸を、こちら、貸さされてる方、だから被害者、原告。で、それは仮執行までの、判決出てるんです。で、その人は、その門脇さんっていう人は、ちゃんとその書類を見たら、あ、淡井さん、これ、なんで執行いかんかったんっていうこと言うんですか。違う違う。差し押さえの窓口。さらにお金と。裁判官が言ってることとか、その時はね、最初は僕、弁護士さんつけて裁判したんですけど、最初書類の作り方とか分からなかったから、それが20代後半か30歳ぐらいの頃。で、ちゃんとね、これ法律でありますから、裁判官に許可をもらって、裁判所の法廷で録音させてもらった方がいい。それしなかったら、その後の裁判が、時刻決まってるんですよ。その30分後に次の法廷とか、裁判官と書記官の喋ること。早すぎて目も追いつく。途中から何言われてるか本当にわからなくなるから、これ以上進んだらお金、さらにどうしよう、弁護士さん雇って訴訟費用の救助申請通って、これ、相手方の訴訟費用持ちなのに、これどっからどこまで払ってもらえるんだろうって、おかしい、訴訟費用、勝訴見込みがあるのに、なぜ切手代払わなきゃなんないんだろうって、そこからして、本当はみんな、本当はナチュラルで分かってない人とかも、どうやらいるみたいです。だって、今の裁判だって、口頭に上げてるもの、ちゃんと裁判を出してるから、それ本当の話だから。訴訟費用の救助申請っていうものは、勝訴の見込みがあるときだけ通るんです。で、ちゃんと高等裁判所の人は、事件継続中ですって返答してくれてるんですよ。そこで返答しなかったら大変なことになるから、ここまで明るみになって世間にさらされて、追い込み、これね、もうあんまり笑い事じゃないんですけども、これもう皆さんに知ってもらいたいんですけども、ね、まあいいか、我が天下戦国武の一から、我が天下と戦国本部についてっていうものを、ホームページ淡井圭介の履歴の、60.1番から60.2番とか、もうあと番号続いていくと思います。それ見てね、皆さん、ちょっと笑いながらでいいから、世間の状況を理解してほしいんです。そうじゃなかったら確実に滅ぶんで、いきなり輸入止まって、本当に世の中みんなほったらかし状態になってるんで、みんな法律覚えようとしないでしょう。公務員の人もニュース見てないんですよ。だからこの間、低所得者の方への3万円の給付金、公務員のね、人たちが、いや、3万円の給付金なんかあるんですかって。全然分かってないから。いや、こっちも、って、上から情報回ってきたんですか。いや、市役所、市役所って、あなたたちの上って。いや、来てません、来てませんって。本当。世の中全然まともに回ってないから。なんか僕も一応、
昔からね、3階建ての家とか、広い大きな家とか、高級車乗ってる人、悪いことしなかったら無理よ、それは本当に。富の分配ってちゃんとあるから。恐怖のピンがね、昭和63年、人材派遣業法が出来上がって、いろんな人間、いろんなところをたらい回しにして、ちゃんとね、退職金出さなかったとか、しっかり頑張ってたのに、ボーナスつけてあげなかったとか、まあ、住居でやってとかね、その辺のところに関しては、つける義務がないと言えばないんですね、本当は法律的に。で、公務員の人ぐらい確定的なの、退職金を、退職した時にしっかりもらえるの。一応、ホンダさんとかで、車のメーカーのね、二十何年勤められた人で、退職金1000万円、まあ、ちょっと届かないぐらいですね、900何十万円ぐらい。だいたいそれぐらい。世の中、それは実態だから、本当にこれ、意地悪で言ってるんじゃなくて、みんなお金の使い方として、まだ人生自分の年齢考えたときに、まだ今から結婚だったら間に合うとか、それ所得税の控除でみんな家建てれるんですよ。源泉税っていうのを働きに行ったら払うでしょ。で、それを所得税の計算表をね、僕は40番台に税務署の A 表、B 表っていうのを載せてるから、あれで自分で計算できるようになった方がいい。で、自分のそのローンの返済をあそこに記入して、で、納めた源泉税を返してもらうんです。本当に。その方法なかったら、給与の算定表通りに物事を考えたら、ね、固定資産税があるから、2700万円ぐらいの住宅ローンを一月7万円返済でしょ ?40 年でしょ。で、固定資産税で年間24万ぐらいかかるから、一月だいたい10万円ぐらいの返済だと思っておけばいいです。ね、夫婦共働きで、一月10万ね、一人だけで家建てれます。無理でしょ。毎月10万返済できます。社会保険入ってなかったら自分が不利になりますよ。厚生年金。ね、半分会社が負担してくれるんだから、それがほとんどの、お金の金額の掛け金になってるんだから、それでも、現実的なところで言うと、今のデータでね、最近、ここ数年の最近のデータで、7割の人は、一月年金の支払い額が15万届いてないんですよ。大体それぐらい。もう大体でいいです。これから先もっとひどくなりますから。なぜかっていうと、先進諸国はお互い少子化になってるんです。ものすごい勢いで。出生率っていうものは 2% で人口横ばいなんです。わかります？もうそこからしてややこしいでしょ。日本今 1.27、 最新のデータの情報。本当はもっと最新のデータではもっと下がってるかもしれない。韓国だ、3なんか資産。だいぶ前から 0.8、徐々にこう下がっていって、何が悪いって2003年にできた個人情報保護法。あれが出来上がってから、もうその、先からもうずっと一見少子化。みんなどこに誰がいるか分からなくなるから。連絡つかなくなるから。本当に。元から電話番号知っていて、その人がずっと電話変えない人とかじゃないと。家知ってる人とか。家、ね、電話繋がらなかったら、家行ったら、空き家だったら、諦めるでしょ。返答なかったら。交通費かかるから。みんなもともとお金持ってないから。あんまり。コンピューターはお金持ってるか持ってないかで言うと、1円でも持ってたら持ってるって言うんですよ。エネルギーの残存量問題で、資源のね、採掘、ガソリンが1リットルでも埋蔵量残ってたら、コンピューターはあるって言うんですよ。本当に。そういう詳細はホームページ RIKSK の駅に記載しています。例えば、一番の近くにある最重要工事項、それ YouTube の一覧表の上のところと下のところの間に一番、同じものを記載しています。その近くに、下の方の一番の近くに最重要事項。それは、エネルギーの輸入が止まったら日本の場合、もうほとんど海外から、石油関係、石炭関係、ウラン鉱。ウラン鉱はもうカナダぐらいです。売ってくれるの。原発の元ね。もうこういうものは、もうほとんど海外から輸入してます、ほとんど。日本でも一応採掘してますよ。だけども数パーセントしかにならない。ガソリンなんか 10% ない。これが本当。で、地震が大量発生。一斉崩落。大学の教授が昔から大バカなことばっかり言ってたから。で、それがインターネットとかに残っていて、この近代文明のプレート説ってちょっと前も池上彰さんの番組で見たでしょ。もうやめなさいって言っても、まだ放送してるんですよ。あのね、
地球の中心に向かって重力がかかってるでしょ。同じ方向にくる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 回ってるでしょ。で、月とか太陽とか自転公転があるでしょ。あれで四季があるんですよ。太陽との距離が縮まったり。縮まったら当然夏ですよね。離れたら温度下がりますよね。冬ですよね。それぐらいはわかりますよね。ね。地球の中心に向かって重力がかかっていて、くるくる同じ方向に回ってるのに、右側と左側が大陸が動いてくる。動いてくる。本当にそう思って言ってるの？あんた人格破綻者か、パッパラパーよって。そんなことで精神病院行かされた、連れて行かれたら、みんなの税金だからそこ、一月百何十万求めてくるから、そこ精神病院って。違う違う。僕は大阪ヒルトンホテルにちゃんと働きに行った。関西ナンバーワンの売り上げのレストラン。王朝っていうレストラン。ね。年間で、約大体5億円の売り上げあります。1日の売り上げ更新しました。2000年の1月2日に。468万。できます？聞いてる方。1日ですよ。1ヶ月違いますよ。ホテルってサービス料 10% と他に消費税いただいてるんです。それ込みになったらどんな金額になるかわかんないでしょ。500万超え。できます？月間売り上げは多分僕たちが勤務してた時のフルーツラーパークのバーベキューコーナーの1998年か7年の5月の月間売り上げが多分ギネス記録だと思います。1億円以上ありましたから売り上げ1日でゴールデンウィークとかね予約2000何百人か3000人ぐらい夜は夜で別に予約1000人いたかもしれないか、余裕で突破してたかもしれない。最初から席かつ、とんでもない量用意してない。無理無理。で、僕らが稼いだと思ってるでしょ。全然違うから話。阪神・淡路大震災が1995年にあったでしょ。それぐらいの、ちょっと前にフルーツラーパーク開業してるんですけど。299億なんて。無理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 、固定資産税だけで1億確定。それだけ売ろうと思ったら人権にかかることぐらい分かるでしょって。フルーツラッパーク一回行った人出してあげて、もうわざわざ行かなくていい、交通費かかったりするから、昔はちゃんと入り口のゲートで入場料、大人の方は1000円、子供の方は500円払ってくださいね。本当は焼き石に見つ。返せそうに思います。299億5000万円駐車場、ゴールデンウィークなんか駐車場はもちろんいっぱいです。ゴールデンウィークじゃない土日とかでも他の砂利のところね、二十歳っていうところにも誘導してお客さんの駐車場入ってもらって当然あふれ返るでしょ。フルーツ裏中のあの時計台の前の広少しでもスペース片っ端から車ってこれ正直一番奥の人どうやって出るの。しゃもう僕もバーベキューもう現場でそこも一つでも失敗したら団体のお客様座らせ間違えただけ。食べてるね、頼んでるセットとかが全部変わるでしょ。え、頼んでた内容と違うよって、いやいや交換してよ、ちゃんとした頼んでたもの出してよって言われるでしょ。そんなことしたら何百人単位の団体の交換食べ物すごい赤字に絶対負けられない失敗できない仕事そこにはある。団体のお客様を座らせるときちゃんと、いや本当に団体のお客様がすごい本当に気張ってなかったら途中でテーブル移動とかするから、本当に何時まで
交通の渋滞本当にあるか、向こうからちゃんと連絡来るから、何時まで、来れないって言ってるって、ちょこれ組み直さなあかんわって、そうじゃない一般のお客さん食べるところがもう一旦回収しよう回収しよう怒られる夏場とかもうゴールデンウィークなんて暑いでしょ、お弁当なんか持ってきたら腐るから学校教育でみんな本当は習ってる習ってる違って違う習ってるから本当夏場とか暑い季節に校外学習行かないでしょ、弁当が腐るから当たり前、お最悪お茶まで腐るから、半日あったら十分綺麗なお茶でも。ちょっと話だいぶそれましたけども、本当に僕の YouTube 見た方が常識のある世界に戻ってきますから、ちゃんと僕は神がかり的な力も、これは裁判官とかも認めています、総理とかも分かっています、皇室の人たちも分かっています、で、法律のことも僕もある程度かなりの部分で分かっています、で、裁判所で対応してます、皆さん常識まずお持ちになりましょうってそういうことになります。エネルギーの残存量問題、本当に旅行されるのは一番の無理で、ゲーム業界がなぜだったか分かるでしょ、対して電力消費してない、ギア比ギア比、ワンピースのルフィ最初から言ってる、ギア上げていって強くなる最高とった時ギア比6速なんかね、車乗ったことあります、マニュアルギア、
先ほどの、続きですけども、動画、つなげていると思います。ワンピースのルフィの、ギアフィフス。1足、2足、3足、4足、5足のことなんですね。もともと、車、マニュアル車乗ってた人だったらわかると思いますけども、最後、バックギアなんですよ。それなかったら大変なことになるでしょう、車。普通の道入って、まあ、駐車場でもそうなんですけども、前からね、駐車してしまった場合、あれすると、本当はね、バックから駐車場入れといた方が出るとき無難なんです。あれすると、時々しくじってる人たち、バックから出ていこうとして、他の車とか人にぶつかったりしていると、結構ニュースで流れてるんですよ、定期的に。それぐらいのニュースだったら、その後、それバックで人を引いてしまってるんですよね。で、さらにそこで逃げようとして、おい、待て待て、警察呼ぶからって言ってるのに逃げようとして、で、二人組のね、コンビニから出てきた人が、一人引かれたと。お前ちょっと待て待て、でもそいつ運転手逃げようとして、本当に。ちゃんと自己証明です。警察官呼ばないと。任意保険。降りないよ。本当に。警察官呼んで、現場検証してもらって、事故現場の証明書出してもらわなかったら。これ本当の話。そいつ逃げていこうとして、で、もう一人の人が、こう、ハンドルをね、押さえに行ってるんですけども、もう、車がもう、本当発進していって、で、その人も、もう、ナンバー押さえに行った方がいい。それを警察に提出した方がいいと思う。あれめちゃくちゃ危ないから、その映像見てびっくりするから、かなりもういろんなと、壁とかぶつかりながら走りながらで、ハンドル取り押さえてるから、かなり危険です。まあ、ちょっと最後の方に、真面目な話、入れておきます。相手、ひき逃げ事件。で、まあ、他にも探したらいろんなもの出てくるでしょうね。で、人引きずりながら運転してる状態だから、そのハンドル取りを押さえに行ってる人もね、そのバックで引かれた人はうずくまってましたよ。だからそんな急に走って、まあ、痛いから急に走れないし、取り押さえられないし、だから基本的にはね、車のナンバーを押さえるなんですよね。ちょっとね、最後ぐらいは真面目な話しておきます。ショートじゃなかったら、そのままの状態だったら、笑い話だけの人はその家にいるんだったら大丈夫なんでしょうけども、仕事の合間の人だったら、あんまりにも面白すぎたら、その仕事に戻ってから、もう思い出して笑いながらの仕事をね、何かになったらどうせ失敗するから、もうみんなわかるでしょ。ちょっとだけ真面目な話言っておきますね。まあ基本的にはそのパワハラっていうプレイヤーの方は、各自皆さん気をつけた方がいい。そのパワハラについてした方ですか、しない方ですかの返答はっきり言ってない人だから、で、中納言まで行って分かりました、王者エリア大納言の人も、変なプレイヤー名の人結構存在する。気をつけた方がいい。直接そういった人たちと会わない方がいい。お互いに。おかしな人間とおかしな人間あった。もうどういうことをし始めるかなんとなくわかるでしょ。で、また、それで喧嘩ね。大体もうそういうの、テレビのインターネットで、その LINE で知り合って集まってる話、いっぱい前事件の話知ってるでしょ、皆さん。もう大体そうなってるから、以上です。